どうも、ゴッキーです。今日はですね、下北沢にあるこちら鶏そばソルトさんに来てます。いつもなんかここね、あの行列ができてて、この前も来たらね、結構並んでたんですけど、まあ、今日は空いてるんで食べてみたいと思います。ここはあの餃子も美味しいみたいですね。割りスープっていうのがあるんだ。これつけ麺だけ。ありがとうございました。メニューはこんな感じです。手そばのあれですね。平日なんで白です。ランチセットがいいですかね。店内にいいことが書いてあります。ここ開けたら何もないやつ。まあまあまあ。やってきました。白湯鶏そばです。焼き餃子も頼みました。で、ここになんか鶏のそぼろが入ってますね。水菜があって、でスープが、これ完全にうまいでしょこれ。まさにポタージュだね。あ、これうまい。あ、この味がすげえなんか凝縮されてる。開発前分だ。あ、これはうまい。これはうまい。麺がですね、なんか粒々が入ってるんですよ。はい、トロトロだね。スープといい。これは鶏のチャーシューかな。なんだろうこれ。燻製してるこれ。うまいっすよ。うまいっすよ。めちゃめちゃうまいっす。これやばいな。パイタンやべえな。パイタンうまいっすね。確かにお店の外にあったあの餃子自体の味がついてるからっていうのは800円、本当にこのままいけるわ。あ、これ白い米食いたい。これ麺が太麺でもちもちしてるからお腹たまるね。このスープなんか雑炊食べたいよね。絶対合うわこれ。これ結構あれだね、下の方に鶏のそぼろが入って鶏のそぼろがこう沈んでるからこれもったいない。
これそぼろご飯あったら絶対売れるよ。ごちそうさまでした。はい。